マーク46はアメリカ合衆国の軽量対潜水艦魚雷。発射後、目標捜索に独特の蛇行を描くため、コブラと呼称される。航空機から発射された場合は、ブラッドハウンドと呼称され、旋回捜索パターンを描くと言われる。1966年にマーク44単魚雷の後継として開発されたもので、現在は NATO 諸国、日本、 韓国などアメリカの友好国で主力単魚雷として使用されている。また、中国においてもこれを元にした類似機種が使用されている。日本語表記は単魚雷であるが、英語ではライとウエートトープドである。アメリカ海軍における単魚雷の定義は直径が3 2 0ト、mm、ル以下で重量500ポンド未満のものを指す。マーク46は航空機。 ヘリコプターからの投下、またはアスロックの弾頭として使用する場合では、直径1000ヤードの右旋回ら線構想パターンを描いて目標を捜索する。静止中のヘリコプターからの発射、または艦艇からの発射では、射程4ナノメートルの多項捜索パターンを描く。捜索開始深度は125フィートから1400フィート。10初期にパッシブ捜索をし、その後に、 アクティブ捜索に切り替えるモードもある。音響的射程は1回りと言われるが、潜水艦が無反響タイル装備であれば、25から50%射程が短縮される。螺旋捜索中は、次発発射まで約5から10分間待たなければならない。打光構想では2分以上次発発射まで待機しなければならない。アクティブモード時の同時発射の場合は、 ソナー音の干渉により、創作誘導が不可能となる。現在使用されているマーク4 6 m o d 5は2015年まで使用される予定である。m o d 5は、先進度での創作能力を向上した。対潜水艦魚雷の弱点は、海底との衝突と海面への突出であり、高層パターンと追尾用アクティブソナーの解析能力を向上させている。また、 潜水艦からの魚雷攻撃を受けた場合の対抗魚雷として発射することも想定されている。潜水艦からの対抗処置としては単魚雷のアクティブモードに対抗して FTG、フォルスターゲットキャン、または高圧空気の放出を用いることがあり、パッシブ追尾に対してはなえノイズオーグメンテーションエミットにより音響的視野を拡乱することで回避されてしまう。また、 温度境界層付近を航行して海中に鉱石を作る方法や、急加速、急旋回、急旋行により、魚雷を拡乱する。なぜ鈍速の潜水艦が高速航走する魚雷を、マニューは回避できるかといえば、魚雷は高速航走することで、弾頭部のソナーの音響的視野が、水流により狭まってしまい、追尾用ソナーが極端な前方指向性になるからで、ある。よって、 優先誘導を受けないマーク46魚雷は正確な発射証言の設定が肝心である。本魚雷は最優先作深度の設定により水上目標への攻撃の可否を選定できる。また、目標速力が33ノットまで対応可能とされ、原子力潜水艦にも対応が可能と言われる。命中率は70から80%と言われるが、実戦での戦果はない。 フォークランド紛争において、イギリス軍が200発程度使用したが、一発も有効者はなく、威嚇的な使用であったと思われる。なお同紛争において、ヘネラルベルグラノを撃沈したのは、無誘導のマーク、八魚雷、アグスタウェストランドリンクスが、アルゼンチン軍の潜水艦を攻撃したのはシースクア、空対艦ミサイルであった。アメリカ海軍は、 1990年代初頭より全面的に性能を向上させた新設計の次世代機としてマーク50、通称バラクーダを配備した。しかしこれは高性能と引き換えに非常に効果であり、冷戦の終結に伴う国防予算の縮小もあってマーク46モッド5の配備も継続された。その後、マーク46のエンジンとマーク50の弾頭、 誘導装置を組み合わせた全身的な改良機としてのマーク54も開発されたがマーク46も併用して使われている。策略の代わりに占領パックが入った訓練用弾頭も用意されている。これは再利用できるため発射だけでなく回収の訓練にも使用されている。このほか、マーク60キャプター機雷にはマーク46モット4が内蔵されている。 なお、もっと、例型4発が中国に供与されたことがあるが、中国では、これとイタリア製 A、A244 をもとに U-7 及び ET-52 を開発し、M32 単魚雷発射艦をもとにした3連装、単魚雷発射艦とともに、心臓の艦船に搭載し、また、Z、Z-9 昇海ヘリコプターの対戦魚雷として、幅広く配備している。 ABC 世界の傑作機139、新名は PS-1ISBN978 から4から 893191885PE94、マーク44行来は、深度別捜索により、連続発射稼働所 P93 軍用級エポン、ハンドブック航空機搭載型ミサイル、爆弾450種解説、青木吉友、イカロス出版、 P220 から2212005万年、ISBN4 から871497496。ありがとうございます。